回はツインテール姉妹が大食いに挑戦。おいしいですね。おいしい。すごいスープとかなんで最高、うん、でも肉いく。肉が大好物の2人が今回食べるのは、うわー、生まれ出てきちゃう超特大チャーシュー麺。最高の最高。ロースです。あ、そんないろんな部分が乗るんですか。あ、そうなんです。豚一頭買いしてるんで。面白い。一杯でいろんな部位が楽しめる超お得ラーメン。いや、すごい。いや、こんな、いや、麺見えなくなっちゃったじゃないですか。ツインテール姉妹が食って食って食いまくる。が、しかし泣いてんの。いや、なんか嬉しくて大食い企画のはずが感動の結末に。一体何が。おはようございます。この日が来てしまったか。あ、すごい。どうしたんですか、スタバなんて。一応ね、今日頑張ってもらいたい。頑張ってもらいたいから。もうやだ。じゃあいただきます。はい、どうぞ。カフェラテ飲めますか。大好きです。ありがとうございます。ダルゴナコーヒー作って。あ、そうそうそう。うまい。スタバのコーヒーってうまい。ねえ、どうするの。どんぐらい食べるの。怖いよ、マジで。え、だっけ、何食べるんですか。麺。ちなみにラーメン屋とか蕎麦屋さんとかうどん屋さんとか行った時に、今言いそうになりましたね。どの種類の麺か。何ですか。ラーメンだな多分。おはようございます。おはよう。おはよう。何ですか、こんながっつり。スタバ、スタバ。ついに飲みに行きましたね。そう、そうですね。超楽しかった。超楽しかった。ずっと喋ってましたマジで。どれぐらいいたんですか。3、4時間ぐらいました。4時間ぐらいいた。もう平時間。1軒、同じ軒。しかもなんか早々に食べるの終わってずっと飲むみたいなね。そうなんだ。しかも改めて気づいたけど、やっぱりあんまりいっぱい食べる方じゃないなっていうか。2人でね、そう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 。普通もう全然頼まなくてよかったねみたいな。そうですね。かわいい、それ何その結構バカ。あ、やだ。それかわいい、それかわいい。ステイさんがやってるブランド、なんかパジャマとか出してる、トラベルグッズとか出してる。かわいい、それ。めっちゃかわいいですよ。え、絶対夏菜さん好きで。そのもうすぐシェアしちゃうから。もう夏菜さんにシェアしてもらったものマジでハマりまくって。そうそう、レシピ動画を送ったら早速作って送ってきてくれて、写真をね。なんか料理美味しく簡単に作れる動画があるよって教えてくれた。なおちゃんが作ったチーズタッカルビ。チーズ送ってきてくれたの。これめっちゃ美味しかった。美味しかったでしょ。そうなのよ。びっくりした。そうなのよ。あの人天才なの。それこそこの企画で会えそうじゃないですか。いや、会いたいよね。誰。コウケンテツさん。へぇ、 YouTube。 いや、もう元々すごい有名な料理家の方なんですけど、その方が割とさ最近 YouTube 始めて、はい、まあ、レシピ動画なんですけど、もう美味しくて。そう、全部。そう、びっくりした。ほとんど全部作ってる私。へえ、本当にお店かと思った。そう、もうお店かと思うよね。美味しくて。あれ、お店行かなくてええやんってなった。そう、自分どこよりも美味しいじゃん、なんならって思って。へえ、すごいなっていうね。見て、私なんてほら IKEA のジップロックだ。ああ。あ、あるな。あ、何それ。あ、スポンジね。ちゃんと可愛いのに入れてるじゃん、ラブみたいな。ブラインドタイガーだから。あ、いいじゃない、いいじゃない。使えるんだよね。そうなの。そうそうそう、ジップロック用。全部それに入れてるんだよ。
スポンジは入ってないけど、髪の毛のくるくるとね。あ、いい、でも清潔。あとリップとさ。いやー、多分今日ラーメンだよ、のっちゃん。え？さっきね。嘘でしょ？ラーメン。ママさんがね、ちょっとボンミスしてたから。何何何？ラーメンとか。でんでんでんとか、そばとか、ねね、いやもう絶対ラーメンバレちゃう。あー、なんか久々、1ヶ月に1回だとツインテールうまくいかない。確かに、てかツインテールのこと忘れて最近髪切っちゃって。あ、忘れてツインテールのこと忘れてたよ。もうなんか、あの静香ちゃんみたいな。ドラえもんの静香ちゃん。あれはもう、どうしたらいいの。昨日からストーリーで、インスタのストーリーで、大切な仕事だから備えるってパックを。そうそうそう、何の話かな。でもついてるじゃないの、これこれなの、これ大切な仕事。これ言うな。ツインテールの次か前のことだろうなって思ってた私は。で、その後さっき、うん、こカフェ行ったんですけど、うん、またカフェ行ったの。心の準備できた、向かうってで、ツインテールかーいってなって。これから大食いに私もあげとくわ。今から大食いです。行きましょう。行きますか。夏菜です。朝日です。二人合わせてツインテール姉妹です。イエーイ。何ちょっといきなり恥ずかしいよ。外でオープニングやめといた方がいいよ。本当に外やめようよ。であのステーキね、私たちが当てれてれば。いただきます。そう、前回放送のキキステーキで。うわー、逆ー。いや、マジで。ミッションを失敗し、大食いロケが決まったのだ。でも今回、はい、私たちの条件はクリア、うん、してるんですか。何でしたっけ。何でしたっけ。ないんですよ。麺。あ、麺、はい、麺。そう、麺を麺で1キロ。そう、1人大丈夫。大丈夫ですか。本当ですよ、もう1回やらかしてますからね。1キロって約束したのに1人 1.5 やりましたからね。しかも次のさ、ドリアとかもう2キロぐらい出してきててびっくりしたよね、あれね。かしましい2人が大食いに挑戦するのはこちら、渋谷区幡ヶ谷にあるラーメン店竹虎。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。え、どんなラーメンなんですか、ここのラーメンっていう。ここはあの、あっさり醤油のラーメンでして。最高最高。大丈夫。大好きです。一番好きな醤油ラーメン、うん、本当に大好き、はい、ちなみにこのお店の一番人気なメニューってどうですか。あの、元祖全部のせっていう。え、怖い。ないでしょ。全部って何。何。そう、このお店の一番人気のラーメンは元祖全部のせ。とにかく肉いっぱいですよ。麺にたどり着かない。ちょっと心砕けそうですね。美味しいけど。麺が見えなくなるほど肉だらけ。名物元祖全部のせとは。うわ、これがね、あの1日に使う、あのチャーシューの量でございます。豚を一頭買いしてまして。丸ごと。そう、今日はちょっと少なめなんだけど32キロぐらい。まあ、あのスープで取っちゃってるんでちょっと縮んじゃってるんだけど。あ、お腹いっぱいになってきた。わかる。お腹いっぱいになってきた。見てるだけでもう満足。毎日30キロものチャーシューを使う人気のラーメンを早速作ってもらおう。あ、それ何ですか。まずは、ラーメンの返しですね。あ、はい、醤油ベースの。これもあの豚をつけてるんですね。豚のおかげで美味しくなってる返しなんです。他にも魚のアゴやイリコなど贅沢に海産物を使用。
しかも全て質のいい国産もの。じゃあスープ入れていきます。はい。これも30キロ以上の豚を煮た肉汁、旨味たっぷり、うん、それとあと7種類の野菜、はい、すごい、ね、4キロの鶏、鶏、うん、入ってます。出汁がすごい効いてそうなラーメンだ。美味しそう、ね、美味しそうだね。なんで国産やっぱこだわりがあるんですか、そこには。うん、そうなんですよね。うちのお店は小さいお子さんとかお年寄りのお客さんとかがね、とても多くて、体に悪いもの出せないなって、うん、でもね、その代わり全然儲かんないのね。あ、そうなんだ、確かに全部乗せで980円、1000円いかないんですもんね。そうだね、これでね、原価500円かかってるから、うん、なんと980円のラーメンに原価だけで500円以上もかけているという。さらに麺のサービスもすごかった。これ国産小麦で作っております。いや麺の量よ。待って、これ 2,3 玉ある感じする。しかもこれ待って、茹でたらいやもっと膨らむもんね。そうですよね。ラーメンって何から食べればいいんだろう、ね、ラーメンは最初の麺からですよね。麺から、ね、麺伸びていくとどん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 ね、もう食べてもらわない感じになっちゃうね。さあ、その茹で上がりは一体どのぐらいの量になるのか。麺の量がおかしいのよ。うわ大きくなっちゃった。やばいやばい、膨らんだ。あ、すんごいよ。うわ、やばいやばいやばい。あ、もう怖い怖い、お腹いっぱい。スープは 350g。 麺と合わせたその重さは860。やばいって。多いんですよ。え、でもまああと140しか乗らないからね。はい、オッケー。そう、さあ何が乗るんですか、ここから。下げていきます。やめて、もうもはやこれだけでいいかもしれない。なおちゃん、やばいやばいの見え、今やばいの見えた。うわ、もも肉です。やりすぎやりすぎ、やりすぎ、でかいでかい。ロースです。あ、そんないろんな部分が乗るんですか。そうなんです、豚一頭買いしてるんで。面白い、面白いけどね、面白いけどね。これがね、バラです。え、すごい、あ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。面白い。これが肩ロースです。いや、すごいよ、こんな、いやー、もう隠れてる隠れてる、麺見えなくなっちゃったじゃないですか。さらにそうね、あー、チャーシューのチャーシューの切れ端フレークをどっさり、ね、ラーメン、麺先食べた方がいいですねってさっきおっしゃってましたよね。無理やん、これもう無理です。さらにたっぷりの青ネギと利尻昆布などを添えれば出来上がりました。ラーメンが見えない。果たしてその総重量は。はい、すいません、全部のせです。いや、だから増えたよね。ねえ1220。1220。乗せすぎた、乗せすぎた。何何、減らして、減らしてください。いや、減らさない、減らさない。あ、なんでだよ、ね、なんで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 じゃないよ、ね、さっき、さっき、ね、そこで、そこの公園で1キロ、ねえ、ね、1キロって約束しましたよね、お互いに。だから、今回はスープ飲まなくていい。ああ、そういうこと。そういうこと。びっくりした、本当に今もう、ね、グー出るとこだったよね。グーか、グーかパーか、どっちかにしようかな。今何分ですか。1220です。それにスープ350引いたら870。 OK。 やばい、いいよ。 OK。 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 それでは竹虎の元祖全部のせ麺大盛り総重量 870g 実食です。お待たせしました、全部のせです。じゃあ行きますか。はい、はい、伸びちゃう前に早く食べたい。いただきます。お待たせしました。え、こちらの当店自慢のミニカレーでございます。え、あれ、でもだからやっぱりな、やると思ったんじゃ、やると思ったんじゃ。え、待って、これでいい、おざかしい。ちょっと待って、ちょっと住所、住所教えて、住所住所教えて。一回オープニングで1人1キロを絶対守ってねって言うから870足らんから守ろうと思ってミニカレー発注しました。おざかしいわマジで。いいよ、いいでしょ、それぐらい。それ違う、一回お母さんと面談させて。本当、どんな育て方したのって、ね、聞きたいよね、もう本当。ミニカレー 150g を加え一人 1020g に挑戦。もう食べるよ、早くしないと麺伸びちゃうから。いただきます。はい、ち
そうスープから行きたい派だったんだけどスープいけないわ。あでもいける、ちょっとめくったら あやばいやばい、増えてる感じする。もうすでにいただきます、いただきます。うまやばい、待って、やばいやばい、めちゃくちゃ美味しい。うわあっさりなんだけどなんかすごいコクがありますよ、ね、めちゃめちゃ好きな感じ。おいしい、だしがすんごい効いてる。おいしい、おいしいです。あ嬉しい、本当にマジでおいしいです。あやばい、うまい、なんか罪悪感のないラーメンだな。ねえでも肉いく、待って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 、やばい、ちょっと待って、夏田さん怖い。おいおいおいうそ、なに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 、おいチャーシューすごい香ばしい、この薄さがさ食べやすいんだよね。本当にチャーシューってもう最初からこうあるべきだって思うぐらいの本当、ね、この薄さが最高だし、ね、いやマジで美味しい、やばい、溶ける油が。スープとチャーシューでテンションは上がりまくり。めっちゃ美味しい。さあ麺はどうだ。ちょっと待って、全然待って、麺が絡まって、もうすごい、ちょっと絡むところですけど見て、もう麺地獄、ちょっと待って、出てこないよ全然の、ねえ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 、やばいやばい、すごいもう詰まっちゃって下で麺が出てこない。さあ中細ストレート麺のお味は。うん、めっちゃ美味しい。いけばな、うん、うん、おいしい、おいしい、めちゃくちゃ麺もすごいツルツルで麺おいしい、すごいスープとかなんで最高、うん、抜群に美味しい、うん、ね、本当に美味しいね。よほど美味しいのか一切ペースを落とさず麺をどんどん口に運ぶツインテール姉妹。しかし何何何、怖い、いっぱい出てきた。まだまだ麺は大量に残っている。うわぁ先が長い。なんでこんなまだあるの、あれさっきいっぱい食べたのに。なんかもう一回、ね、膨らんだんだけど絶対に、ねね、だってささっき膨らむのはさ夢だけでいいよね。麺からだ。麺はいいよね。何これ聞こえない。何何にも言ってないでしょ。クラムの夢だけでいいって聞こえてるじゃん。はずよく喋るがちゃんと食べるのもツインテール姉妹のいいところ。その後もどんどん食べ進め、なぜ早くない、すごいおしゃべりしてたのにね。なんと朝日は半分以上食べ進め残りはおよそ 300g が、しかし、あやばい、お腹いっぱいになってきた。ここに来て一気にペースダウン。そこでちょっと、ね、気分転換にインスタ用の動画を撮影。苦しい。めっちゃいいの撮れた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 。あちょっとその今の苦しいっていう動画見て苦しくなってきた。わかるわかる。私も思い出しちゃった自分の顔見て。はじめは勢いで食べ進められるが一度ペースを止めるとなかなか入っていかなくなるのも大食いあるある。よく大人の人が年齢を重ねるとどんどんた何食が細くなるとか言うじゃないですか。本当にそれで中学生くらいだったらね余裕かも。20そうだな、ね、お茶31だよ。いや言いかけてやめて、隣が31いるからもうなんか今ね、なんでそういうこと言うの。そうやもん、ね、仲悪くなってるわけ。あおい。2人とも残りはおよそ 300g。 ラストスパートをかけるためにこんな作戦に出る。それはまだかな。あ、なおちゃん、あ、あれ
腹痛いんですか？じゃあお腹すきすぎてさ、もう大丈夫ですか？なんか食べたいんだけど、あ、これ食べていい？大丈夫大丈夫大丈夫です。食べていい？あの頼んでおきました。ありがとう、めっちゃお腹すいてた。よかったよかった。危ない危ない、どうしました？どうしました？あ、すごい、今日お腹すいてたんだ。そんな食べてなかったですか？うん、どうしました？え、全然飲み込めないけど、どうしました？無理だ、無理だ、やめやめやめ。はい、久しぶり。久しぶり、元気ですか？元気。すいません、お待たせしちゃって。ラーメン頼んでたから食べて。はい、あ、美味しそう。うわ、すごい。え、いいんですか？ご褒美じゃん。何これ。いただきます。あ、美味しそう。あ、いけるかな、いけるかな、いけるかなっていうか、美味しそう。いただきます。いけるかなって言っちゃってる。いけるかな、おかしい。どうぞ。美味しいでしょ。うん、どう、この発表。いけないかもしれない。あ、すごい、夏菜さん。作戦はうまくいかなかったが、夏菜が根性を見せ。私、え、結構いったわ。あ、いった。麺はもういけま、ほとんど。なんと夏菜、麺をすべて完食。あ、残すは手羽元とチャーシューのみ。その前に一回カレー行こうかな。常連客がラーメンと一緒に食べるという 150g のミニカレー。ラーメンにも使われる自家製チャーシューがどっさり。ああ、うーん、おいしいけど、うっ確かに。でもじゃあカレーお、いいかも。絶対リセットされてる感じする。いいね。満腹でも食べちゃうこのカレー、美味しさの秘密は隠し味にあった。今味わえないかもしれないけど、赤ワインとね、と玉ねぎで、ね、ごめんね、本当に頑張って。泣く話してない。味わいたい。なんで泣いてんの。味わいたい。もうさっきネギとんちんだよ。何種類もね、香辛料使って。なんかでもやっぱ一回カレー食べた方が、わからない。カレー、リンゴ入ってますか？入ってない。入ってるって言ってあげたいんだけど、入ってるって言ってあげたいんだけど、嘘はつけないから。入ってない。なんかリンゴ入ってないから。朝日、泣きながらカレーを食べ。あれ、どんぐらい？でも、なおちゃん、え、ほとんど終わってない。でも、もうラーメンも終わりが見えてきた。夏菜さんがまだ5人くらい。夏菜はあと手羽元一本でラーメン完食。しかもスープ飲んでる。飲んだんじゃなくて吸ったんだよ、もう麺が。吸ったの、麺が。さらに食べるか、カレー。OK。 ここでカレーを完食。そして同じくカレー消えた。あ、あれ、突然いけたじゃん。すごい。朝日もカレーを完食し、残りのラーメンも根性で食べる。40分に及ぶ奮闘の末、デカ盛りラーメンとミニカレー。感動した。なんかわかんない、こんな感じになると思わなかった。なんか涙目、奥さんが涙目。本当に優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか嬉しくて。嬉しい。本当に嬉しいです。いや、そんな、その申し訳ないです、味わえなくて。赤ワインちょっと感じなかったので。
感動のフィナーレを迎える中、夏菜があることに気づく。いや、つうかこれ絶対1500ですよね。え？確かに値段違う重さこれ多分スープ一回ちょっと測りましょう。夏菜が残したスープの重さは、あでも80 ということは、夏菜さん1290食べてます。いや朝日さん1255g 食べました。えカレー合わせて、カレー合わせて、だからカレーいらなかったじゃないですか。そのカレーいらなかったよ。後日いらなかった、普通に味わいに来ればよかったじゃないですか。本当にスープこんな吸うと思わなかった。絶対だから食べてみてからやってっつってんの。もう伸びてよ、動画伸びてくれよ。ツインテール姉妹本当にお疲れ様でした。